これは次男が買ってくれました。長男の後押しで、年いってる感じのが嫌で、見つけたのがちょうど三輪自転車みたいな感じのがあって、でそれにしようって、決めてたんです。たまたまスマホ見たらウィルが出てきて、このウィルに変更になりました。これやったらそんな年寄りじみて見えへんからいいわって賛成してくれてます。たまにウィンドショッピングとかは車で行ったりします。10分くらいかな、ウィルではちょっと遠いかなと思う時に利用してます。今はねまだ欲しいもんもあるから、息子に内緒で買い物に行ったりスーパー行ったりデパート行ったりしたいから車も必要だけど、ウィルのない時はその車で2分ほどのとこに行こうとは思わないから、どうしても回数が減るっていうか、食材買いに行くのが一番の出かける目的やから、ほとんどウィルの方が乗りますね。こっからスーパーまでちょっと歩いて大人で5分ぐらいかかるところだったらウィルで、買い物に行くのがね全然億劫でなくなった。家から段取りしていくんではなくて、向こうで見てからやから、お醤油とか油とかお米とか買ったらもう持ってないんで、ウィルだったら買いたいだけ買ってもいけるんで、ウィル来てへん時は大変っていう気持ちがあったから、どうしても行く回数が減ったり、休みの時にそこにちょっと重たいものは行ってもらったりとかして、もう今やったら行こうと思ったらスッと行くし、もうそれは変化やと思いますね。歩いてだいたい2分か3分のところで車で行こうと思ったら帰って時間かかるし、出したり入れたり、それは考えにないし、行きたい時にパッと行けるっていうのが一番やね。買い物に行きたいなと思った時に行けるような状態をできるだけ年数重ねられたらいいなと思ってます。もうウィル乗りかけたらやめられへんわ。